大家好，我是年年，どうも年年です。欢迎收看东京吃货少年团。大家知道日本每年都会有一天吃鳗鱼饭的日子叫做土用丑之日吗？想知道什么是土用、什么是丑之日的朋友，欢迎按下暂停看一下解说。简单来说呢，就是吃鳗鱼滋养补身，让你有体力对抗炎炎夏日啦。其实说穿了就是跟情人节要送巧克力一样，就是商人的阴谋啦，呵呵呵。今天这支影片呢，要来吃的是名古屋的名店宇那富吉跟大型连锁店Skia， 让我们来比较看看高级鳗鱼饭跟平价鳗鱼饭究竟会差多少呢？今回うなふじさんにしたのはちゃんとした理由があって、以前むいむいチャンネルでうなぎを食べる回があったんですけれども、コメント欄に名古屋のうなふじ一番おいしいですぜひというコメントがあったんですけれども、勝手に取り上げさせていただきました。私宛てではないんですが、コメントありがとうございます。それでは早速一緒に見てみましょう。感觉是在这里面，那我来看一下地图。一人なのでカウンター席です。メニューを見てみよう。値段的には一択ですね。割り箸いつも綺麗に割れないんだけど、いったー、いい日になりそう。お通しもちゃんと食べるのがチーホー流です。おっとっと思ったのより早かった。薬味とお出汁はおかわりできるので、代わりのお野菜食べてください。ありがとうございます。うん、うん、お出汁、お椀、おひつまぶし、スープもありますね。ひつまぶしの美味しいお召し上がり方とは？どれどれ？最初はそのまま。ふふん。おきゃー。おわんへどん。さあ、いただきます。最初はご飯。次に、うなぎ。どうだ？どうだ？ドストライク！うん、この香ばしさ。ご飯と合う。うまい。噛めば噛むほどうまい。さあ2杯目。薬味をのせるんですね。ネギをチョン、わさびをポン。出来上がり。わさびを均等にのせたい。うん、いいアクセント。ここで一回戻ります。そのままのドン。そのままが一番好きかも。次はお出汁の登場です。お茶漬けの完成。なるほど。私にはあっさりしすぎたかな。次行きましょう。お好きな食べ方で。そうですね、まずはご飯をどうにかしないと。ここで秘密兵器。ふん、万能汁。これでおかずいらず。やっぱいるか。これいわゆるつゆたくですね。私の大好きな日本語。ちょっと小休憩、箸休め。さっきの濃かったので薬味で気分転換。
わさびが効いてていいですね。さあ、そろそろ終盤。最後のうなぎ。ここで再び万能汁。ゆっくり味わうねんねん。パクパクするねんねん。笑みがこぼれてるねんねん。幸せそうなねんねん。最後のうなぎを食べ終わって残りのご飯をどう食べるか悩むねんねん。最後はやっぱお茶漬けか。ちょっぴり万能汁。薬味もちょんちょん。これだこれ。最後はさっぱりしたいね。癒される。と言いつつも最後の最後はこちら。皆さん、こんな言葉聞いたことありませんか？シンプルイズベスト。お米美味しい。ごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。三四郎さんのサックスのメロディに乗せて、私は次の目的地へ向かいます。接下来前往的是日本牛丼连锁店 Skiya。 其实日本三大牛丼连锁店每到这个时节都会推出鳗鱼饭，不过因为 Skiya 有石原里美的助阵，所以就我住在当地的感觉， Skiya 是最有名气的。你们看它在发光耶。现在时间是晚上9:30，这个时间吃起来的鳗鱼饭特别好吃。哎呀，晚上也顺利的拆开了免洗筷，果然是个好日子，开吃。来跟大家分享一下，其实东日本跟西日本料理鳗鱼的方式是不一样的。像我前面吃的名古屋的鳗鱼饭三吃，它是西日本的料理方式。它一开始呢就会先沾酱，然后从头到尾都只有用烤的，所以它的口感比较脆，然后也比较香。至于我现在吃的这个 Skiya 的鳗鱼盖饭呢，它是东日本的料理方式，它一开始不沾酱，先去烤，烤完以后再蒸，蒸完以后再烤，因为它中间夹了一个蒸的过程，所以它吃起来会比较柔嫩嫩嫩。吃着吃着，我突然脑中浮现了一个旋律 ，Una Una U U Una U U Una Una U。赞啦。你们不觉得很神奇吗？有时候加料反而可以吃更多。哼哼。さあ、そろそろ感想に入りますか。人間にはある不思議な心理があると思うんですけど、それはですね、高いものを食べるときに、こんなに高いのにこんなもんかっていう減点方式と、安いものを食べるときに、こんなに安いのにこんなにしっかりしてるっていう加点方式がそれぞれあると思うんですね。で、今回うな富士さんは、まあ値段相応の美味しさがあって、特にそういう減点方式の考え方は発生しなかったんですけど、問題はすき家さんですよ。本当に比べちゃうとね、4分の1ぐらいの値段しかしないのに、こんなに美味しいんだっていうのが強かったですね。まあ、若干臭みはあったんですけど、気にならない程度で、その柔らかさといい、絶妙なタレのバランスといい、美味しかったですね。まあ、絶対的にどっちがいいっていうのはないと思うんですけど、それは例えば何か大きな仕事やミッションをやり遂げた後のご褒美としては、もちろん高級店の方がいいかもしれないけど、何かね、新たなスタートを迎える前の日とかに求めるのは、やはりこういうね、チェーン店でしか得られない安心感だと私は思うんですね。っていうわけで、そのシチュエーションに応じて自分の心は今何を求めているのかってことにしっかりと耳を傾けて、適切なお店選びをしていただければいいんじゃないのかなっていうふうに思います。それでは皆さん、よかったらうなぎを食べて一緒に夏を乗り越えましょう。